知育教育のプロ学研が作った知育連動型オンライン英会話レッスン、君に英会話の幼児英語コースは、これまで多くのお子様たちに親しまれてきたベストセラー学研の幼児ワークに準拠した、親子で一緒にご自宅で取り組むことができる4歳5歳向けのオンライン英会話レッスンです。君に英会話の幼児英語コースには、お子様自らがやりたいと思う気持ちを促す工夫など、学研の幼児ワークシリーズで培われてきた多くのメソッドが盛り込まれています。単に英語に触れるだけではなく、知恵を使い英語で考えるレッスンですので、親子で楽しみながらレッスンを受けているうちに、いつの間にかお子様の考える力と英語力が同時に身についていることにお気づきになることでしょう。レッスンは前半と後半の2部で構成されています。前半では幼児教育の経験豊富な外国人講師がお子様にとって身近な場面を取り上げ、その場面に即した会話表現などを学んでいきます。 What color is this? This one, what color?イラストを多く使用するので、お子様は集中力を途切れさせることなく直感的に理解できる内容となっています。また講師と一緒に場面に関連した歌を歌ったり、体を動かしたり、ゲームにチャレンジします。お子様は楽しみながら英語を使い、自然と英語の音と表現に慣れ親しんでいきます。後半では事前に取り組んでいただいた学研の幼児ワークの内容を講師と一緒に英語でおさらいしていきます。生きている英語に触れながら、紙のワークブックだけでは得られない英語で考える力をご自宅にいながら身につけることができます。君に幼児英語コースは単なる幼児向け英会話レッスンとは異なり、英語学習に知育の要素を取り入れた学研のオリジナルメソッドです。長年幼児教育を研究し続けてきた学研ならではの知育のポイントが豊富に盛り込まれたカリキュラムとなっています。お子様に大人気の学研の幼児ワーク、知恵や足し算のシリーズを用いて英語で考えるプログラムですので、英会話はもちろん、小学生に上がるための土台となる考える力を十分に養うことができます。幼児が同じことを長時間行うことで対象への興味を失ってしまったり、嫌になってしまうことはよくあることです。君に幼児英語コースは、1回のレッスンを4歳5歳のお子様が集中力を維持できる15分としています。これはお子様が興味を持ち続けたまま、もっとやりたいと思っていただけるのにベストな時間の設定となっています。1回のレッスンで長い時間詰め込むより、短い時間を数多くこなすことは、英会話の上達はもとより、小学校に上がってからの学習の習慣づけにもとても効果的です。もちろんこの15分のレッスンには、お子様を飽きさせず効果的に学習が進むよう、さまざまなアクティビティをふんだんに取り入れています。君に幼児英語コースは、親子で一緒に受講する英会話レッスンです。お子様たちは保護者の方と一緒にレッスンを受けることで、リラックスしながら興味や集中力を高めることができ、英語力と考える力を養っていただけます。講師からは保護者の方への質問や会話の投げかけも行いますので、お子様だけではなく保護者の方の英語力も同時に養うことができます。お父さんやお母さんが楽しそうに講師と会話をする姿は、お子様にとって自分もやりたいという自発的な気持ちを芽生えさせることにとても効果的です。また親子で一緒にレッスンを受けることで、共通の意識も生まれ、絆も深まります。レッスンが終わった後も、日常生活において英会話を楽しんでいただけるよう、さまざまな工夫を多く盛り込んでいます。さあ、君に英会話の幼児英語コースで、お子様の可能性を広げ、世界に羽ばたく第一歩を踏み出しましょう。